はい、こんにちは。ブルーム涼子です。ここにたどり着いてくださってありがとうございます。私は今魔女として生きています。といってもファンタジックな夢見る由美子ちゃんではなくって、地に足のついた現実の世界で自分の望む人生をお金と生き方と仕事とそして家族やパートナーシップも全て手に入れるという幸せ魔女で生きています。といってもそこにたどり着くまではそれはそれは様々な人生の葛藤や紆余曲折とかそういったもうね、この悩みのドツボの中で生きていました。で、特に親との関係はすごく悩みました。で、なんでこんな親なんだろうとか、あとなんでこんな環境なんだろう、なんでこんな自分なのっていう葛藤の中、それを何かもう逃げるような形でスピリチュアルやリタとか、あとボランティアとか修行とかで、修行はもうインドのヨガ修行とかチベットの座禅修行とか、もう何をやってるのかわからないぐらい世界中を旅しながらいろんなことをやったんですよね。で、その中で自分の人生とは一体何か、自分とは何かっていうことを模索して生きてきた中で、結局どこにたどり着いたのかというと、すごくシンプルな答え、意識を変えるっていうだけだったんですよね。で、それが、宇宙の法則や、量子力学になるんですよね。で、そしたら去年の夏至に突然魔女っていうワードがやってきたんですよね。で、それまで魔女とか魔法ってなんかちょっとこう頭なんかちょっとこういっちゃってる人なんじゃないのみたいな感覚しかなかったんですけれども、今までやってきたこと、スピリチュアルなことだったり宇宙の法則だったり意識のお話だったり修行だったりボランティアだったりリタだったり、それが全て全てバーンってこうつながったんですよね。で、あ、結局魔法って意識変容のことなんだ、意識で人生を作る方法なんだっていうことが、ね、分かって、でそれからはもう魔法一色、魔女一色の生活をしているんですけれども、本当に望みがどんどん叶っていくんですよ。現実がどんどん作られていくんですね。なのでそのことをこのチャンネルではお伝えしていきます。で、特にマジカルハーブという願望実現ハーブですね、昔の魔女がよくこう鎌とかでぐるぐるっとこうやっていたような願望を叶えるハーブ、お体の不調を治すんじゃなくって、願望を呼び覚ます、願望を叶えるハーブというのをお伝えしていきたいと思っています。それではバイバイ。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。イエーイ。 Woo!